休憩を解いて再開します、えー、続き続いて通告2番4番深澤和之,之君の一般質問を行います以<上>4番深澤和之,之君 えー、それでは通告にのっとりまして、えー、質問させていただきます、えー、災害に備える対策について質問させていただきます災害といっても風水害地震火山火災土砂災害と大まかに分類されています今回はすべての災害に共通する部分も踏まえて特に地震災害について の質問を行います今年1月1日に発生しました能登半島地震は新年を迎えたばかりの中で起きた非常にショッキングな災害となりました被災されました現地の皆様方におかれましては発生後約2ヶ月余り経ちましたがまだ復旧が始まったとは実感できない状況ではないかと推測されます 改めまして、亡くなられました皆様方にお悔やみを申し上げます。また、被災されました皆様方にもお見舞いを申し上げます。一日も早く日常の生活に戻られることをお祈り申し上げます。そして、災害支援に赴いた町職員の皆様方、大変お疲れ様でした。これれかからも支援に行かれる 皆様に感謝の言葉を述べるとともに、有事の際には今回の経験を町のために生かしてもらいたいと思っております。さて、地震列島の日本においては、過去にもまた、これからも大きな災害をもたらしてくる震災ですが、近々の心配事は、皆さんご存じのとおり、南海トラフ巨大地震ではないでしょうか。 三十年以内に七十から八十パーセントの確率で。マグニチュード八ないしは九クラスの地震が発生すると言われています。藤川町も残念ながら震度六強が想定されています。非常に被害範囲が広い地震ですので。この地域では二人に一人が被災するのではと考えている学者もいます。電気ガス。 水道などのインフラ,ライフラインが遮断されれば生きていく上で全てに影響を及ぼしますその中でも特に水の確保が重要になります飲料用調理用風呂洗濯水洗トイレ等の生活用水ですそこで一の質問です大地震においては水道設備が 全く使えないという現実があります生活用水の確保をどのように考えているのかを伺います,上,上,す上,下上下水道課長与田正樹君それではただいまの質問にお答えします大規模な地震災害が発生した場合 水道管の破裂等による断水の発生は避けられないことから町では日本水道協会山梨県支部及び藤川町上下水道指定工事事業者組合と災害協定を結んでおります、えー、給水能力が速やかに回復できるような協力体制を整えておりますまた日本水道協会の要請により全国から 水水道事業者や給水者が応援に駆けつけつる体制をとっておりますこうした中、生活用水の確保について、飲料水については各排水地で耐震化がされており、地震もしくは下流量が発生すると、緊急遮断弁が作動し、排水地内の水の流出を止めることができるほか、低区排水地では、非常油発電機を備えており、 敷地内にある水水源から取水が可能となっておりますトイ,レのトイレや洗濯等に使用する水については、雨水タンクの設置や、家庭用の井戸水を利用することが、生活用水の確保の手段だと考えております。こうしたことから、家庭の井戸を災害発生時に活用できるよう、災害時生活用水協力井戸、 としての登録制度を実施してまいりたいと考えております以上でございます深澤和之,之君再質問です災害時生活用水協力移動としての登録制度を実施してまいりたいというお考えですがこの登録制度とはどのような制度でしょうか 上下水道課長与田雅樹君まの質問にお答えします大規模な地震等の災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、地域の方々へ飲、飲用水以外の洗濯やトイレの水等の生活用水として提供いただける家庭用の移動で、広報等により募集をし、 登録をしていく制度でございます以上でございます深澤和之君え、非常にいい制度だと思いますえ、すでに甲府市では協力移動として170件余りが登録されているそうですえ、隣の南アルプス市においても令和4年より登録制度を開始しております 生活用水確保のための手段としては重要な施策だと思います。えー、ここにパネルを用意してあります。えー、右側が電動井戸ポンプ、そして左、あごめんなさい、えー、向かって左側が電動井戸ポンプですね。で、右側が手押しのポンプになっております。えー、再質問です。 藤川町は水脈も高く数メートルも掘れば水が空くところもあると聞いております町内にはどのくらいの井戸があるのか町としては把握していらっしゃるのでしょうか上,上,下上下水道課長与田正樹君ただいまの質問にお答えしますえ、上下水道課で把握している家庭用の井戸の数は 下水道区域内における下水道に接続してある数で約三百五十件になります。以上でございます。深澤和義君、えっと思ったよりは結構多いですね、えー。下水道に接続してないお宅も含めるともう少し増える可能性もありますね。えー、登録をしていただくにはやはり個人の財産でもありますし。 事前の調査で一定の要件を満たすことも必要となると思いますまあ、こういうことも考えるとこの350件プラスアルファというのはまた少し変動するのではないでしょうかそれでは再質問ですこの町もこの制度を実施していくにあたり一定の条件を満たした協力移動には他の自治体のように標識の作成 協力緯度というマップを作成し町民に周知させてはいかがでしょうか町長餅月俊樹君、えー、ただいまのご質問にお答えいたします、えー、この制度につきましては今後募集の応募状況などを考慮しながらあ議員ご指摘のマップの作成に向けて、えー やる方向で積極的に検討してまいりたいというふうに思っております以上でございます深沢和之,之君、えー、ぜひお願いしたいと思いますパネルはもう一度ご覧ください向かって左側の電動ポンプにはですね、甲府市の災害時生活用水協力井戸と書かれた標識が添えられています 藤川町もこの標識が早く添えられるようになるといいですね、まあ、先ほど町長,か,ごめんなさい長からも力強い答弁をいただきましたので、再度お願い申し上げます。ちなみにです、ね、電動ポンプを所有している、まあ、私の知人なんですけれども、そのお宅ではです、ね、あの非常にもし電源が落ちた場合にはということで、発電機も用意しているとのことです。 今回、この様子をです、ね、テレビ、議会代理等で見聞きすることにより、協力移動に関しての認知度が上がり、登録してくれることを町民の皆様のにお,お願いをします。それではあの次の質問に移ります。災害においては、浄水度ばかりに目が行きがちですが、食べることと排泄することは同一のものであり、大切なものだと考えます。 それでは二の質問に移ります令和三年九月議会でも同じような質問をしておりますトイレ事情も最悪の状況となりマンホールトイレも重要になると思いますが整備状況について伺います防災交通課長防災交通課長,長田博之君 マンホールトイレとは、下水道管にあるマンホールの上に簡易な便座やパネルを設け、災害時において迅速にトイレ機能を確保するものであります。現在、本庁では TK グラウンド南側、ここに3基、白区文化ホール西側に7基、麻生中学校体育館南側に5基、麻生小学校体育館東側に5基、 藤川町児童センターに6基、道の駅藤川,川の芝生広場南側に4基、藤川町役場庁舎西側に新たに4基設置し、計7カ所、ここに34基を設置してありますす以上ででます深澤和之之君、えー、再質問です。 やはり、令和3年9月議会の質問において、マンホールトイレは6箇所、30基の保守点検はという質問に、児童センターは設備訓練を実施しているが、その他においては保守点検は実施してないという答弁をしています。そのの後、保守点検はししているのでしょうか。防災交通課長、防災交通課長長田博君。 ただいまの質問にお答えします。各施設において、設置訓練等において使用しておりませんでしたので、今後は防災訓練等の訓練時に使用・点検していくよう努めてまいります。以上でございます。深澤和之君、えー、再質問です。 当時の質問より設置数では役場本庁舎の4基が増えて34基になっています。今あの、課長の答弁のとおりに4基増えておりました。えー、梶川地区においてはですね、1箇所もありません。昨年感染しました合同庁舎にはマンホールトイレが設置されているということですが、町で管理している数には入っていません。数のうちに入ってないけれども、災害時には使用できるのでしょうか。 <laughs> 防,災防災交通課長、長田宏行くただいまの質問にお答えします。国の整備管理下にある富士川地方合同庁舎につきましては、3基設置してございます。こちらのマンホールトイレにつきましても、非常時には使用が可能でございます以上でございます。 岡沢和之,之君。えー、マン、えー、再質問です。マンホールトイレ用の水源の、えー、確保は、どのようになってますでしょうか。防災交通課長、長田博之君。 ただいままの質問にお答えします最も新しい役場庁舎のマンホールトイレにつきましては、非常用電源で、非常用電源でくみ上げた地下水を利用することができますが、その他の施設につきましては、水道水の使用が前提でありますので、今後は先ほど上下水道課長の答弁の中にもありましたが、雨水タンクの設置や井戸水等を活用してまいりたいと考えております以上でございます。 深沢和之,之君。えー、杉並区ではですね。災害時には避難所となっている区民センターにえー、先ほども申しました。ように、えー、停電時でもですね。使えるあの手押しポンプを2023年に設置しているそうです。水源確保の観点から計画的に設置していくことをお願いいたします。それでは3の質問です。 災害協定はすでにいくつか結ばれてはいますがこれからも結んでいくのか伺います防災交通課長防災交通課長,長田博之君ただいまの質問にお答えします災害に関する協定は覚書も含め現在官民合わせて五十三件結んでおります 今後につきましても非常時の相互協力の体制整備は重要であると考えることから積極的に締結を進めてまいりたいと考えます以上でございます深澤和幸君再質問です藤川町地域防災計画地震編第二章第七節 広域応援体制の確立第2、えー、協定の充実等の項目にです、ね、町は近隣市町等との相互応援協定の締結促進を図るとともに、平常時から連携強化に努めるものとする、なお、大規模地震発生時には、近隣市町も同時に被災する恐れが高いため、同時に被災する可能性の少ない 県内外の市町村との相互応援協、えー、応援協定の充実に努めるものとするとあります。この協定先には県内4町を含め県内十二市町、県外では静岡市、長野県佐久市、南佐久郡の6町、東京の町田市があります。協定内容はそれぞれが違ってはいますが、南海トラフ地震を想定する。 ならば、ですね、あまりにも近すぎではないかと思います。被害の少ない遠隔地との協定も視野に入れてはどうでしょうか。防災交通課長防災交通課長,長田博之君今の質問にお答えします。現在、近隣都県以外では、茨城県大洗町との協定もありますが、 遠隔地との協定も必要であることから今後順次協定の締結に向けて努めてまいります以上でございます深澤和之君、えー、次の質問に移ります四番です藤川町地域防災計画の中に食料供給対策の項目があります災害需要としての食料水の備蓄計画を伺います 防災交通課長,長田裕之君ま質問にお答えします現在、町では災害時に備えて、米国としてアルファ米を3万2600食分、水を2万3520リットル分、備蓄しておりますが、発災後は交通網の寸断等により、公的物資等が到着しないことも予想されますので、 各自で3日分の備蓄をお願いしているところでございます。今後については備蓄物資の目標数値である食料3万6千食、水3万6千リットルに向けて予算の範囲内で計画的に更新してまいります。以上でございます。深澤和之,之君、大、はい、質問です。 3食3日分として1人給食分、備蓄物質の、物資のです、ね、目標数値、3万6000食では、ちょっと少ないような気がしますが、いかがですか防災交通課長、長田博之君。ただいまの質問にお答えします。 防災計画上の備蓄物資目標数値では、町の最大避難者数を1万6000人としておりますが、この数値を基本とすると、食料、飲料水ともに1万6000人 ×3 食、または3リットル ×3 日で、14万4000食、または14万4000リットルとなります。 この14万4000という数,字の数値の内訳ですが、町の備蓄数量が3万6000、全体の4分の1、25%になります。町民が確保する分が7万2000、これが全体の2分の1、50%になります。そして事業所等による流通物資。 これは協定します株式会社、白博さんなど、あらかじめ協定を結んだ民間事業者からの調達になりますが、これが3万6千全体の4分の1 25、25%になります。その合計が14万4千食、またはリットルとなります。こうしたことから、町民自らの持ち出し品目、持ち出し品目、数量についても、 啓発に努めてまいりたいと考えております以上でございます深澤和之,之君再質問ですローリングストックという言葉があります食材を多めに購入し賞味期限期限が近づいたら消費してまた新しいものを追加するといった備蓄方式です消費期限の近づいたものはどうしているのでしょうか 防災交通課長,長田裕之君まの質問にお答えします備蓄食料につきましては、消費期限の管理を行い、更新をしておりますが、期限の迫ったものにつきましては、今回であれば、能登半島地震の被災地に災害支援として派遣した職員に持たせ、支援物資として活用しました。 えまた県内の n p o 法人への提供も行い、廃棄ゼロを目指してまいりたいと考えております。以上でございます。深沢和之,之君。えっと。すべて、えー、消費されるということですかね。あの廃棄するという部分はありませんか。 防災交通課長長田博之君ただいまの質問にお答えします現状としまして廃棄が出る若干廃棄がで出ますがこれを廃棄ゼロを目指して取り組んでいきたいと考えております以上でございます深澤和之,之君、えー ただいまの答弁で、廃棄ゼロを目指すということなんですけれども、おそらく100%を目標にしてもゼロにはならない事態が出てくるかとは思います。もしですね、一部廃棄ということになった場合はでは、ね、非常にもったいない話になりますので、ぜひ、小中学校やです、ね、町民に配布して食べてもらうということも非常に大事じゃないでしょうか、これはまあ、これ、家庭としての話なんですけれども、私もですね、ある団体が計画しました、避難所の開設という講習会で、 実際にダンボールベッドとパーテーションの設置を実際に経験してきました。少ないパーツですが、仲間とです、ね、相談しながら組み立てた経験は非常に貴重なものでした。ということで、やっぱり廃棄がもしあった場合、ですね改めて有効活用する方法ということを考えてもらいたいと思います。 と思います希望しますす、はい、それででは備蓄といえばです、ね、アルファ米とか、えー、水とかということを思い描きますがです、ね、成人ばかりではないので、乳幼児用に例えばです、ねえー、小さいお子さんです、ね、粉ミルクとか離乳食の備蓄も必要だと考えますが、今後、そういった備蓄計画については、まあ、 乳幼児のよの備蓄計画についてはどのようなお考えを持っていますか委員長。子育て支援課長。子育て支援課長大久保公男君。ただいまの質問にお答えいたします、えー。子育て支援課の所管となっております。藤川町児童センター及び。梶川児童センターでは現在。 乳,乳,乳児用として、えー、液体ミルクをはじめ、スティックタイプの粉ミルクなどは合わせて110回分程度、また、離乳食は60食程度の備蓄を行っております。えー、議員ご指摘のとおり、こちらもローリングストックの考え方で、えー、期限の来たものから、えー、実際、えー、参加者等に、えー、試していただいているところでございます以上でございます。 全世帯にわたたる食糧支援をお願いいたしますえ災害時における備えということで、今回、一般質問をしたわけですが、いつ発生するということは分かりません、正直、発生してみないと分からないことだらけで、おそらくマニュアル通りにはいかないことでしょう。今回の一般質問もほんの一部分だけという感じが、私自身もしております。災害に備え対処するとということは 間口が広く奥の深いい事案だと思います防災についての考えは、我々町民にもできることもあります。また、行政でなければできないこともあります。これで完璧ということはないと思いますが、最善と思われることはしていかなければならないと感じます。それだけに官民合わせて防災、減災に取り組んでいきたいと思います以上で私の一般質問を終わります。 以上で通告2番、4番深沢和之君の一般質問を終わります。